まさか最後あのビーズ問題で終わると思わなかった、ね、ビーズの問題で終わると思わなくて、なんかこう流れの中に俺入ってくるのかな、俺のなんか得意ジャンル問題入ってくるのかと思ったら、ほんともう番組の締めも締めのところで締めも締めのところでちょっとね、あのなんかだってさ、ほら前泉くんがね、あの今回二次三次の投票に上がってきてもらったわけだから、僕らもクイズノックさんの問題でやるのがっていう感じのね、あのかっこいいやつやったじゃない、得意ジャンルの選択で、あーいいねーと思った後に、なんか俺が本当にあのビーズ好き好きおじさんが登場して申し訳ないなって思っちゃったで正解するでやんのこいつが、またポーン、お疲れなんかね、楽しませてもらっちゃってすいませんみたいな気持ちは一瞬ありましたけれども、でも皆さんも思いませんでした、あの前泉くんのあのフェアプレーのね、今回二次三次の土俵でもう我々得意ジャンルでやらしてもらってる分ね、それクイズノックにちなんだ問題っていうのをこちらからも出したいっていうね、あれが皆さんあの概念としての東京タワーです、ね、あれやっぱり俺もこう台本で確認した時に、あ、これ今立ったな東京タワーってそう、そういうことなんですよ皆さん、俺がずっと言ってるのは、いわゆるそのバカ正直にカーテンをシャッター開けたら東京タワーが光ってるんじゃないんですよね、こういう、こう概念としてのね、あ、これはタワーリングしてるねっていう、これなんですよ、これをね、まあ、やっぱ分かってほしかったというかね、言ったねっていうね、これがカイ君なんだよっていう建立ですね、タワー建立そうね、粋な計らいの ねできる人なんですよね本当にね、それはそれとして俺はビーズおじさんだったし、やっぱりちゃんとあのこう不正解の答えにしてもちゃんとあのクイズノックを予習してるなっていうのが分かったりとかね、ね、ここなんですよね、まあ俺の〇〇シリーズはねいいですね、ね、ファミマのスイーツみたいだけど俺の〇〇シリーズね、また懐の広い人を探しては、ね、毒ガにかけていこうかというふうに思います、ね、俺のカイ君もいずれは、まあ俺のカイ君もやっぱりどっかで全力疾走してもらうからね、何の時だろう、あの大人帝国のラスト的な感じでどっかで全力、東京タワーだから大人帝国と同じで東京タワーのてっぺんに行くために俺の会には全力疾走してもらおうかな、俺の東京タワー鼻血出しながら全力疾走してこれ面白いな今なんか勘で言ったのになんか因果が繋がっちゃって、やばいって。俺、ひょっとしたら東京タワーのことが好きなのかもしんない。東京タワーが好きなんじゃない？ひょっとして。まあ、こういうことをね、やったりね。だんだんでもね、当初言い始めた頃はね、本当になんで力一は眉毛の解像度そんなに低いのみたいに言われたのが、最近だんだん理解者が増えてきた感じがあるからね。締めといった感じでございます。